後半もスタートしていきましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では後半桜コースです。おお、ナイスショー。あのバット振ったからかも、マジで。いや、あれから違いますね、振りが。浜が違う。よし、小浜お願いします。お願いします。ナイスショー。ナイスショー。いいですね。あそこの方向にグリーンがね、多分あるのかな。コースの全容が分かんないです。2番で打ちます。よろしくお願いします。大好きです。大好き。あれ左、あ、全然大丈夫ですね。なんかさ、ビュンビュンビュンってなるよね。ビュンビュンビュン、ドゥンドゥンドゥンらしいです。なんかちょっと今低くてスピン量の多い球を、おお、そういうのも使い分けてるんですね。が出ました。出ました。あ、結果ね。結果出ました。なるほど、はい。巻かないようにしたいって言って巻いた。キャー！で、ピン奥なんで68プラス多分5、6ヤードぐらい、120、3、4ぐらいね、50度でいきます。やべ、逆逆早く落ちてる、やばい、やばい。あ、セーフ。カート道にの左でした。危ない。ちょっと突っ込んじゃいました。寝続けます。89ぐらいなんですよ。の高低差入れて70ぐらいですかね。ちょっとピッチングで軽く打ちたいと思います。好きです。はい。遅いすら。やばい。
オッケーです。どうも。はい。ありがとうございます。もぎです。うまい。ありがとうございます。アライグマちゃん、どこ？ほら、そこ。アライグマ？あ、本当だ。猫じゃん。タヌキじゃないですか？タヌキだ。タヌキ。本当？今からそっち行くよ。え？何？すごい。え、なんか。あ、猫か。猫じゃん。猫。全然嘘ついた俺。猫じゃん。猫でした。グリーンもしかしたら届いちゃうかもしれないから危ないかな。じゃあ。うん、370ヤードいいな、そういうの私も言いたいな。うん、ナイスショー、オッケー。衛星を探しています。飛んでますよ。飛んでますね、ショー。中里さん飛ぶ。ダメ。滑った。出てきたよ。出てきた。出てきた。ナイスミス、ナイスミス。めっちゃ滑った。足が滑ったの今。あ、ちょっと手と両方。あ、両方。出てきました。イエーイ、勝った勝った。一人勝ちです。ボロ負け。しかも僅差とかじゃない。でもすぐそこだから来た。え、この手前だけの。ビッグプロはトレーニングとか飛距離アップのためのトレーニングとかやってるんですか？あ、やってますね。あ、やってるんだ。どういうトレーニング？懸垂とか、まあ、あとは一番グーパー運動って言って、うん、前腕ここの部分鍛えるように。へー、グーパーグーパーって、まあ、ここの方が太いんですよ。ここ、確かにめっちゃ盛り上がってる。すごっ。ここ肩、ここをグーパー運動すると。へー、これをグー強くパー強くっていうのを毎日やってます。腕伸ばしてグーパーグーパーグー。これで飛距離アップです。前腕がね強くなると当たり負けなくなる。まあ今完全に負けましたけど。ちょっと精進が足りなかった。左からフェード目に狙っていきます。5番アイアンでグリーン手前ぐらいまで行けばいいかなと思います。あー、出てきた。大丈夫か？大丈夫です。行っちゃいました。当たり良かったけど浮かなかった。すいません、2打打っても2人に追いついてないかも。いや、3度目の正直で182ヤード8番でこの木越えていきたいと思います。よし、頑張れ。ちょっと左かもしれないですけど、まあ木は越えたんで行ってみたいと思います。やっと前に行った。ナイス。超右です。5番ウッドで打ちます。え、越えた。越えた。スレスレだ。スレスレです。よく越えましたね。すごい。7番ウッドで打ちます。あ、それすごいじゃん。キャブグリーンだよ。よいしょ。うん、的確に捉えてきましたね。だいぶ違う方向。右怖いですよね。右怖いのよ。右怖いのよ。
めちゃうまです。うわ、気が分かんないからね。オッケー、ギリギリ。何があるんですか。手前バンカー。バンカーあったの。言えばよかった。気づいてないだろうなと思ったんだけど、こうやってよかった。届いてました。3度目の正直。すごいね、でも。よかった。4打目か。すごい曲がりそう。曲がんないの。うまい。え？おお。うまし。スナイチ。うま。ナイス。パー。うまじゅんちゃん。ナイス。すごい。今のパーはすごいですよ。なんか見えたんだよね。見えたんですか。何が見えたんですか。ないんだ。え、これを何色でした。それもレインボーでした。よっ、惜しい。惜しい。オッケー。見えないね。参考にします。ボギーで済んだ。よかった。切れなかった。まっすぐでした。ボギーです。ありがとうございます。ボギー。ナイスボギー。ありがとうございます。木に2回当たって。恥ずかしい。鬼のように恥ずかしい。2回目特に。木の左からフェードで行きますとか言って。そのままで。ガシャコン。なるほどね。カッコつけた上に。両方で。そう、倍恥ずかしかった。